カイオワ族の男性カイオワ族とは、アメリカ合衆国に先住するインディアン部族の一つ。カイオワは、彼らの言葉で、優れしい者たちという意味。キオワ族と表記する文献もあるが、間違い。カイオワ族の戦士たちブラックヒルズ近辺を、領土としていた平原インディアンで、18世紀に、精神してきた数族によって、南部大平原へ追いやられた。現在も、 ブラックヒルズのベアビュートは、海洋ア族にとって、生産である。略奪騎馬民族として、コマンチ族と同盟し、現在で言うテキサス州全土で略奪を行った。コマンチと共に、メキシコを越え、中南米まで、南海遠征した記録が残っている。ララミー条約で、白人政府に、テキサスの領土を明け渡し、オクラホーマの保留地へ移住するよう強制される。これに対し、 コマンチ族と組んで一大抵抗戦を行い、入植地を戦火で包んだ。捕虜となったサタンタ州長1874年7月20日のレッドリバーの戦いでは、カイオワ族州長ローン・ムルフは、コマンチ族の州長区アナと手を組んだ。この戦いには、アラパホ族やシャイアン族の諸部族も結集した。 テキサスのパロディウロキャニオンの砦に立てこもって、ウィリアム・シャーマン率いるアメリカ軍と戦ったが、同年の10月24日にサタンタが降伏し、敗北してしまった。戦いの後、カイオワ族の指導者の大半が、戦いの責任者として逮捕されるなどし部族から引き離された。ローンウルフ州長は1879年に収容先で病没した。ホワイトベアー総長は、 レッドリバーの戦いの後に逮捕され、1878年に収容先でノイ・ローゼとなり自殺した。残った総長も白人に毒殺されるなどし、海王ア族戦士団は壊滅してしまい、彼らはオクラホマの保留地に強制移住させられた。現在はオクラホマ州に保留地を持ち、またカンザス州、ニューメキシコ州にも共同体を持つ。 バッファローの川に描かれたカイオア族の年代記かつてはティピーをスマイトし指言葉を使ってタブ族と交易をし馬を飼ってバッファロー狩りをする農業文化を持たない典型的な変幻インディアンだった。好戦的だったがどちらかといえば白人とは友好的であった。母系社会であり現在も女性の権威が強い。ユトアステカ語族に属するが カイオワ族の出自や言葉は起源が不明確で謎が多い部族とされる。19世紀初頭に平原アパッチ族の一部と同盟したカイオワアパッチ族という種族を持つ。このカイオワア,アパッチはカイオワ族の中でアパッチ語を使いアパッチの習慣を持続させウィグワムも使用していたアパッチ族の集団である。普通は他部族に混じれば言語なども同化するものであるが、 あくまで州族を保持していた珍しいケースである。タブ族に混じりながら、独自の言語、州族を保持した、同様の事例としては、台湾原住民の先座や族などが存在する。下死の頃、サンダンスの儀式を行うが、数族のように流血を伴う苦行は行わない。49ソングという独特の栄誉の歌を持っており、パウアウで披露される。ありがとうございます。